湖に来ました。ここは自然のモネの池って言われとって、なんか湧水なんかな、綺麗な池に鯉がおるということで、ちょっと行ってみましょう。ヨタクダヌキやって、でかっ。439号線だけに、ヨタク、ヨタク、あ、ハゲヨタクダヌキなんだ。白竜湖入り口、ほな行ってみよう。そして白竜湖が下に見えます。ほんまエメラルド色の池の中にカラフルな鯉がおるんやけど、今日はこんな天気で雨なんで、ちょっと期待できんかな。あー、これよった。あ、確かに透き通ったよりもちょっとやっぱり今日の天気で濁っとんかな。やっぱりこれ透き通っとうわよ。こんな天気やけん綺麗さが分からんけど、透き通っとんじゃんかな。大きい、これ見て、あのオレンジの、あー、100円入れまーす。雨やけん、湿気たコマルが早くて、ほんな鯉に餌やりします。あれ見て、青い、青ない、色、ほな真ん中いって、おーい、コイコイ、あれ見て、あの腹見て、タカさん、でっかい、あのオレンジ、めちゃくちゃでっかいんやけど、ほい、食べろ食べろ、あらららこれ、あ、終わってもった。雨でこれほんまちょっと分かりにくいけど、めちゃくちゃ透き通っとうよこれ。ごっつ雨になってきた。これが自然の中にあるモネの池です。岐阜にもこんなとこあるみたいだけど、高知のモネの池も綺麗やろ。こっちへ雨、あれブルーでない、あ、高さんこっから見えんか、こっちじゃな、あれあれ白か、ブルーに見えるだけなんやな、なあ、湧水なんかな、綺麗な、これほんま光の加減によってはごっつい綺麗と思う。ずっとここに来たかって、やっと来れました。結構遠いけんな、徳島から。なかなか来たっても来れんかったところ。すごい。あー、いっぱい来とる、こっちに。写真で撮りたいけど、あ、寄ってきた寄ってきた、高さもっと大きい音で、高さのパチパチタイムです。綺麗なぁ、来てよかった。ほな次に行こか。これほんと晴れた日に来たらほんまにおすすめです。
みに来てます。見てこれ、流れが速いけ回って回ってしょ。ここは水車が20個ぐらい並んのみたいなのかな。ほんで実際に使われるやつもあるみたいで、まあ今はちょっと観光よりもなっちゃうみたいなんだけど、ちょっとほな行ってみたいと思います。